皆さんこんにちは。今日はね、スマホのね、便利な機能を一つお伝えしたいと思います。まあ若い方はね、ご存知の方が多いと思うんですが、私たちみたいな年寄りはね、スマホを使うったってね、まあ普通使うのは電話ですよね。電話として使ってます。電話として使ってますが、私は Facebook とかね、ネットとか、まあ投資とかねしてますんで、株とかね、そういうチェックをしたりとかするのに使ってますけど、普段はね、電話とメールかな、電話とメールぐらいがね、一番多いと思うんですよね。若い方いろんな使い方をされると思うんですけど、私たちみたいな年になるともう電話、メールがほとんどになるんじゃないかなと思うんですよね。まあ写真は撮ったりとかしますけども、でメールで文字を打つ時なんかに、非常にね、私も困ってたんですが、同じ文字を打つ時、あとかですね、そういう文字を続けて打つ時に非常に困ってたんですよね。でこれで試しに打ってみましょうかね。これでって続けて打てないんですよね。続けて打てないんで、これ続けて打つ方法ないのかなと思って、ネットでね調べてみたら、続けて打つ方法があるんですね。まあ便利なんでね、知らない方のためにね、アップしようと思います。その方法はね、このここに設定のなんていうマークなんですかね、ありますけどね、これを押すと、それから一般だったかな、一般に行くと、一般に行くと下の方にね、キーボードっていうのがあります。あ、違った、キーボードっていうのがあるんで、ここのね、フリックのみ書いてあるのかな、ここをオンにします。で返しますね、返して閉じます。でこれで打つと、あ、同じものが打てると、同じ文字がね打てるようになります。これは便利ですよね。結構ね、こういう機械ってメールを打ったりとかするときにあるんですよね。で今までだとですね、あっと打ったら、このなんていうかな、反転っていうかな、これが普通の表示になるのを待って青を打たないと同じ文字は続けて打てないんですね。これをオンにすることによって、同じ文字が続けてね打つことができます。まあただこの辺りの表示がね、若干変わってきますよね。最初はこの辺りの気にしないといけないんでしょうが、今まで慣れてる人はですね。でもこっちの方がはるかに、電話帳の登録とかですね、電話帳に住所を登録したり名前を登録したりするときには、こっちのキーボードの方が私ははるかに便利だと思いましたね。ということでね、今回はスマホのキーボードの設定についてのビデオでした。以上、お役に立てればね、よかったなと思うんですけどね。ということで本日もありがとうございました。